はい、どうもこんばんは。まず言いたいのは、今日の動画を、ご覧いただいてくれてる、皆さんに、良い報告、まあ嬉しいお知らせが、入ってまいりました。で、それ何かと言いますと、こちらをご覧ください。ついに100万円ですよ。もう3回ぐらい紹介してるんですけど、もともとはこちらの商品、メルカリの方で220万円で出品されてたんですよ。220万円がついに100万円、マイナス120万円ですよ。120万円の値下げされてるんですよ。欲しいですよね。先着1名様ですよ。そんなに言うなお前買えっていう話なんですけど、まあちなみにこちらの商品は、まあクソジジイが毎年、まあディナーショーを行っていると思うんですけど、まあオークションあるじゃないですか。オークションで、まあ出品されてた、3点セットですよ。ストールと、バカでかいパネルにクソジジイサイン入れてるじゃないですか。で、こちらの3点セットで、お得な100万円なんですよね。欲しいですよね。で、僕思うんですけど、これいくらぐらいまで出品者落としますかね。10万円とか5万円とか。まあ前回の、まあ前回も紹介したんですけど、まあ皆さん1000円でもいらねえみたいなね、かけてやったと思うんですけどね。どうなんでしょうこれ。30万ぐらいだったらね、欲しい方もいらっしゃるんじゃないですかって僕思うんですけどね。あ、いらないって。で、まあ、ツイッターにも上げてあるんですけど、こちらをご覧ください。これ嘘でしょ。だって、こんな安いのってないですよ。別にクソジジイの肩を持つわけじゃないですけど、アレキサンダー・マックイーンって、そこそこ高いですよ。高いブランドですよ。わかりますよ。貧乏人が、セレクトショップとかさ、ネットなんかで、まあ安くね、手に入れる方っていらっしゃると思うんですよ。日本人ってアホなんで。ハイブランド大好きじゃないですか。ルイ・ヴィトン、グッチとかね、大好きだと思うんで。で、あ、ちなみに今調べましょうか。アマゾンとかで調べてみますか。これと同じのがあるかどうかはわかりません。わかりませんが、ちょっと待ってください。アレキサンダー・マックイーンですよね。アレキサンダー・マックイーンで、ストールが出てくるかわかんないんですけど、高いブランドが出てきました。同じのが出てくるか、財布小銭入れ ?4 万9000とか。この財布とか小銭。4万9000とか。だって、僕、伊勢丹で5万以下の商品ってほぼないですよ。このブランドって。あと、ほらほらほら、T シャツとか。8万3000ですよ。8万3000。そんなブランドですよ。小物はそこまで高くないんですよ。ネックレスとか、なんかブレスレットとか、指輪とかは高くないんですけど、服や、靴は高いです。あとバッグとかも、もう高いです。だからこれですね。ほら、こういうキャップとか。キャップとか指輪とかはこんなもんですよ。そんな高くないですよ。2万いくらとか、3万とか。まあ、それぐらいで買えるんですけど、ほら、この T シャツ。この T シャツ9万するじゃないですか。ね。9万するじゃないですか。同じのあんのかな。で、あと、こういう小物類、ブレスレットとかは、こういう、まあ高いって言ってもね、10万以下なんでね、こんな3万とか6万とかね、この辺ですよ。大体。こんなもんですよ。アレキサンダー・マックイーンって。服が高いんですよね。ストールが出てくるか、出てくるでしょうか。少々待ってください。あ、出てきましたね。これですよね。まあ、色違いで出てくるのか。ちょっと待ってください。あ、色違い。これですよね。7万8000ですよ。アマゾンでも。アマゾンでもこれ色違いで、これですよね、これ。この写真ですよね。上げてあんのって。ですよね。7万8000なんですよね。そう。よく中古やなんかネットでね、ハイブランドって、まあ、手に入れようと思えば、手に入るわけじゃないですか。入ると思うんですよね。ね、僕思うんですけど、貧乏人は無理して買わない方がいいと思いますよ。って僕は思います。はい、ということで、次は、今日のタイトルなんですけど、皆さん払ってますかっていうことで、話していこうと思います。で、これ何かと言いますと、NHK ではないですよ。NHK ではないんですけど、まあ、速報で流れてきました。こちらをご覧ください。これ昨日だったと思います。年金を、ずっと払っておらず、将来は、生活保護を、考えています、保険料などを、払っていなくても、受けられるのでしょうかっていうことなんですけど何払ってないかって、あ、年金です。あ、僕年金払ってないっていうのは
ここ3年ぐらいですよ。以前、パチンコ屋さんで働いてたんですよ。で、その時は払ってました。で、もう3年ぐらい前ですか？コロナ禍で閉店したんですよ。で、そこからは、僕払わなくていいんじゃねえかって。逆に払ってるやつっていいのかなって思いまして、僕払ってないんですよ。年金。ここ3年。で、2日前ぐらいに、ちょっと待ってください。これちょっと待ってください。これね、ちょうど請求書が届いたんで、ね、これ。これですね。これで大丈夫ですか？これで大丈夫？これで見えます。これで見えます。大丈夫です。名前ないですね。ここ、令和3年、4年、5年。そう、3枚届いてるんですけど、そう、3年、4年、5年。そう。ここ3年間ぐらい払ってないんですよね。で、ですね、金額ですか？金額気になりますよね。ちょっと待ってください。これ、折るのに、ちょっとめんどくせえ。もうこれね、紙が大きいじゃないですか。どう見せよう。一枚ずつ見せますか。これ、名前入っちゃってるな。これ、ね、まずこれ。はい。まずこれ。見えますか。まず、66,000。66,150円です。まずこれです。これと、1枚目はこれで、2枚目。2枚目、19万9100円。で、3枚目が、これですね。3枚目。はい。116,270円。はい、以上の、3枚の請求書が、僕の自宅に、2日前ぐらいに、届きました。で、合計で、36とかですよね。36とか37万円ぐらい僕払ってないんですよね。これ払った方がいいですかね。で、皆さんにお聞きしたかったんですよ。あ、お前金ねえんだろうって。あ、ちゃんとあるから。36万でしょ。はい、これ、千冊いらねえか。千冊はいらない。はい。いくらぐらいなんですかね。多分70ぐらいあるんです、ここに。多分こんなもんです。70ぐらい。そう、70ぐらいあると思いますよ。70と、あと、これ銀行にね、預けてきてないんですよ。はい、口座止まってから、差し押さえ下ってから。これは100万あります。はい。これは100万あります。はい。偽物じゃないっていうね、証明をしてるだけなんでね。ちょっと待って、はい。はい、別に、偽物じゃないですね。どう見せればいいかわかんないですけど、はい。ですね。はい。これで、100万円あります。合計170とか、そんなもんあると思います。170とか180ぐらいあると思います。で、皆さんにこれをお聞きしたかったんですよね。で、僕、ここ3年間、約3年間、払ってないんですけど、NHK の時みたいに、特別送達が届いたとか、家に、まあ、自宅に誰かが来たとかっていうのはないんです。これ、払わなかったら、なんかなります？差し押さえとか。まあ、詳しいことわかんないんですけど、ただ、このリプ欄に、もう、何件か、まあ、目についたんで、まあ、紹介しようと思います。こちらをご覧ください。上から読んでいこうと思います。生活保護は、年金とか払ってなくても、受給される、資格はあります。受給されると、医療費とかは、無料になります。でも、そこまで行くのに、年金未払いで、財産没収や、資産差し押さえとか、散々な目に遭いますので、60まで、海外で暮らして、その後帰宅して、生活保護を、受けるのが、ベストかな。で、下ですね、真面目に、コツコツと、国民年金を、35年払った方の年金が約 6.5 万円、国民年金を、1円も、払ってこなかった方が、生活保護で、受け取る金額が約12万円、違ってたらごめんなさいと。で、その他生活保護者は、税金、医療費、メガネ、杖、水道、その他、たくさん、免除されます。オイラもニートだから、生活保護、受けようかな。で、あとこういうのもあります。国民年金、6万に対して、生活保護は、13万円、年金を払わずに、置いたら、生活保護に頼った方が、老後は裕福に暮らせる。年金は払っただけ損。これが現実。もらえるんだよ。ただ年金支払ってる人よりもらえるから、年金払うのは、バカバカしいと。
まあ他にもあるんですけど、どう思いますか？払ってない方いらっしゃいます？まあ払ってない方いらっしゃるかもしれないですけど、なかなかコメントしづらいと思います。まあ僕は約3年間払ってないんですよ。で、まあ36、7万ぐらい滞納してるっていうことなんですけどね。これ払った方がいいですかね？なんか詳しい方いらっしゃいましたら、まあ DM でもいいですよ。僕別に出さないんで、いや払った方がいいよと、払うメリットと、何かあると思うんですよ。詳しい方いらっしゃると思うんで、教えてください。以上になります。で、最後なんですけど、バンド紹介ではないんですよね。これ YouTube のコメント欄に、VK 以外の話もたまにはしてくださいみたいな。パチンコ屋さんですか？パチンコ屋さん探したんですけど、ちょっと待ってください。Twitter でなんか面白いのがあったんですよね。あ、こちらです。バイト初心者、やめといた方がいいバイトはっていうことで、これ経験者の方なのかどうかはわかりません。まあいろいろ書いてあるじゃないですか。で、書いてあるんですけど、バイト初心者どうすりゃええねんっていうことで、リプランで、パチンコ店いいよっていうコメントが多かったんですよ。いや、嘘じゃないですよ。まあ、ここに出てないので、ガソリンスタンド暇だよみたいな。ガソリンスタンドも、まあ人気がありました。で、パチンコ店ですか？パチンコ店は、こういう感じですよ。大手の、パチ屋はマジでおすすめやぞ。子供いないから、蹴っ飛ばす心配ないのと、酔っ払いは、おらんし、まかないはご飯と、併設所多いから、出やすいし、時給多いし、意外とホワイト多いし、だって。まあデメリットとして、まあ体力使うと。で、コミュ能力必要なことぐらいかな。あと怒るお客さんとかとか。で、まだこういうの。もう多いんですよね。人気ありますよ、パチンコで。パチ屋めっちゃええで。パチ屋は、仮想店？仮想店舗っていいの？行ったらええで、何もすることないのに、他のバイトより時給高いとこ多い。パチンコは常連のお客さんと仲良くなる続く。パチ屋おすすめ、ケーキ屋とか、もうとか。で、あとこういう会話もあります。パチ屋は大変だけど、時給いいからあり。寝台入れ替えの日とかが、大変なだけで基本的に楽なイメージ。自分が働いた店は台入れ替えは、全部社員と業者がやってたので、バイトは楽でしたと。で、時給が、1000円から3000円ですか？寝台入れ替えの日。手渡しでもらえたので、やりがいがありました、などなと思って。パチンコ屋さんバカにしてます？あ、もう一度戻ります。僕思うんですけど、ここに書かれてる職業って、まあ、どんな職業でもそうだと思うんですけど、メリットとデメリットってありますよね。ありますよね、どんな職業でも。それはパチンコ屋さんでもありますよ。ね、今紹介した、まあ、コメントにあったように、確かに時給はいいです。時給はいいですけど、めんどくさいっすよ。だるいっすよ。小じきの相手できますか？小じきが、今日は勝ったよ、とか。ふざけんなよ、この店、お前。いくら俺入れてると思ってんだよ、って。そんな対応できます？台こうやって叩いてるやつを、それ声かけれます？本当ですよね。いますよね。いや、ただボタン叩いてるやつとか。そう。だるいよ。パチンコ店で、まあ、僕、働いてたんで、楽かどうか。店舗にもよると思いますよ。で、それっていうのは、老舗はやめた方がいいと思います。古いお店は。できるだけ大型店、ですね。新しいお店の方がいいんじゃないですか。あ、その理由ですか。僕、老舗で働いてたんですけど、要はお店が、長く、まあ、古かったんですよ。古い台が多いんですよね。あ、僕、働いてたお店は。で、新しい、まあ、大型店っていうのは、ね、それだけ、まあ、寝台にも力入れてると思いますし、古い台って置いてないと思いますよ。まあ、パチンコ台、スロット台って2年置けるんですけど、まあ、2年以降も契約できるんですけど、所詮は、まあ、電気製品じゃないですか。じゃないですか。で、約10時間ぐらい、ね、毎日つけてるわけじゃないですか。もう電源入れっぱじゃないですか。で、ボタンを押されたりさ、レバー叩いたり、ハンドル回されたりするわけじゃないですか。ね、いずれ壊れるんですよね。まあ、何が言いたいかというと、新しいお店の方が、台壊れにくいと思いますよ。壊れにくいっていうことは、トラブルで呼ばれることが少ないですよ。新しいお店の方が。で、老舗だと、ね、ハンドルのね、バネの調子が悪いだとかさ、ね、釘が折れたとかさ、いろいろ言われるよ。で、
これも店舗によると思うんですけど、例えば、まあ、このチャンネルでね、VK 紹介してるんで、こちらをご覧ください。まあ、クソジジイのではなく、XJAPAN っていう台が、これ調べたところ、もう2010年ですよ。2010年に、こちらですね。2010年に、リリースされました。2010年の12月ですね。こちらの台。もうどの店舗にも置いてないです。まあ、置いてあったら違法になるんで。まあ、ゲームセンターにはあると思います。で、例えばですよ。これ店舗によっては、こちらをご覧ください。この XJAPAN っていう台の、要はスペックなんですよ。これ見て、説明できますかとか、言われるところあると思いますよ。僕のお店でも、入るわけじゃないですか。まあ、アルバイトでも社員でも、まあ、とりあえず入りますと。入ると、まあ、パチンコスロット知ってる知らないとか、やったことあるとか、まあ、そういうのどうでもいいんですけど、店員さんは、台の鍵って、もらうんですよ。もらわないといけないんですよ。で、それをもらうまでに、研修期間って、あるんですよ。まあ、うちのお店は。ないところが、ないところないんじゃない？台鍵って。台鍵もらうまでに、例えばね、ね、うちに置いてある台のスペックを覚えてくださいと。機種名を覚えてくださいと。まあ、細かいね、そんな確率とかはいいんだけど、大雑把に、まあ、島津っていうね、パチンコのホールと、スロットのホールがありますと。ここにこういう台がありますとか。ね、覚えないと鍵あげませんよ、みたいな。まあ、そういう研修ありますよ。まあ、僕働いてたところ、大型店はわかりません。で、これを見たところで、まあ、パチンコやられてる方はわかると思うんですけど、特に、この仕様ってあるじゃないですか。上から3番目の仕様。突然確変、小当たり、潜伏確変、出玉振り分け、箱放流、入賞口、ラウンド数、変化、モード、何書いてるか、書いてあるかね、わからない方も多いと思うんですよ。まあ、パチンコやる側はいいですよ。まあ、当たった当たらないって数字揃えば当たるんで、数字揃えば勝手に弾打って弾出てくるんで、いいんですけど、店員として働くによってさ、お店によっては、いや、これ覚えろよっていうのもあると思いますよ。で、あと、ね、こういう細かいさ、大当たり確率とかさ、385分の 5.5 分の1。で、矢印で 38.5 分の1。こういうのもさ、これ何って意味ね、これ要は、パチンコ台あるわけじゃないですか。パチンコ台の、だいたいこの左ぐらいなんですよ。左ぐらいに、説明書。要は、小雑誌みたいなね、この台の、XJAPAN の台の説明書があるんですよ。あるお店が多いです。で、それを見て、そこまで詳しくないお客さんは見たりするわけじゃないですか。で、たまに呼ばれますから。これ何とか。これどこ打ちゃいいのとか。どの、これボタン何とか。そう、そういう説明ができるのかどうかっていうのも、まあお店によりますけど。あと厄介なのは、まあお客さん怒ってればどうでもいいんですけど、呼ばれるじゃないですか。コールランプで、ね、お客さんが呼びますと、言ってみないと何言われるかわかんないですよ。例えば、まあ、タバコ欲しいんだけど、パチンコ玉何玉ですかとか、ジュース欲しいんだけど、何玉ですかとか、まあ、それ以外に、トラブル系ですよ。玉飛ばないんだけどとか、どこ押せば玉出てくんのとか、これ今どうやって、今当たってんだけど、どこ狙えばいいのとか、そういうの言われますよ。ただ、それ、お客さんに呼ばれて、もうお客さんの目の前で説明できるかどうかっていう、ね、説明できなかったらどうすんの？そう、だから、その、なんだろうな、客、全部覚えたからといって、初対面で話せるかどうか。そうそうそう。それが難しいんじゃない？もう慣れないやつは慣れないよね。もう初対面でね、ズバーって言えないやつは、もう客になんかね、言いくるめてさ、いや、玉足りねえんだけどって、いや、今大当たりで玉打ってたんだけど、玉全然出てこねえんだけど、確認しろよみたいな。言ってくるやついるよ。だって小杉しかいねえもん。パチンコ屋さん来るやつって。そう。まあ、だるいんですよね。はい。まあ、慣れだとは思いますけどね。で、あと何か説明しますか？核変システム次回まで。核変システム次回までっていうのは、もう次も当たりは決まってる。当たりは決まってるってことは、弾が出てくるんですよ。で、上ちょっとね、言い忘れました。核変率 75%。75% っていうのは、大当たり、当たりました。当たって、75% で、まあ、連チャンすると。次の当たりが来るんじゃないかっていう、まあ 100% 中 75% で、継続する、まあ続きますよっていう、この XJAPAN の、まあクソ台なんですけどね。
で、遊ぶタイム。これ、U タイムはどうでもいいです。で、次、時短システム。時短システム、通常当たり後、100回。時間に短い、時間短縮って言います。で、球が減らないんですよね。減らない。減るんですけど、こちらをご覧ください。パチンコは、パチンコはというか、X ジャパンの台は、まずここを狙います。まあ、要は、へそ、もしくはスタートって言うんですけど、ここを狙います。で、この時短に入った場合、時短に入った場合っていうのは、大当たりを引いて、時短、もしくは、格変に入るんですよ。で、その抽選ってどうなってるかというと、X ジャパンの台だと、まあ、ほとんど台に多いんですけど、格変図柄は、奇数が多いんですよ。要は、1とか3とか5とか7とか9とかが多いんですよ。で、偶数図柄の2とか4とか6とか8に当たる、で、当たると、時短に突入するんですよね。弾が出た後。弾が出た後、時短に突入します。で、それが、100回転続きますっていうことなんですけど、このへその下に、電柱ってあるんですよ。電柱って、電動チューリップでこんな、こうやってパカパカ開くんですよ。で、これが開くことによって、要は弾拾うじゃないですか。弾が流れてきて、ね、こうやって拾うじゃないですか。スタートだと、ここに入れないと、抽選されないんですよ。抽選っていうのは、大当たり、まあ当たるか当たらないかの抽選です。まあ液晶が動かないんですよ。そう、弾を1万発とか10万発とか、ここに1弾も入らなければ、パチンコは当たりません。100% 当たられません。ただ、この時短中は、このね、下のパカパカ開くんで、弾を拾ってくれる。まあ、減りづらいっていう、ことです。で、次、平均連チャンス、5.2 回。5.2 回は、平均続くっていう意味で、絶対5連チャンするとか、そういう意味ではないです。1回で終わることももちろんあります。で、逆に、10回続くとか、まあ、20回続くとか、中には、まあ、そういうケースもあります。で、次ですね、昇級数、3、3、10、14。まあこれね、意味わからない方もいらっしゃると思うんですけど、要は、このスタート、このへそって言われてる、ここに入ると、3玉返しなんですよ。1玉入ると3玉返し。まあそれ以外に、サイドのポケットとか、で、大当たりの、で、玉出てくるんですけど、この一番大きい数字、14っていうのは、大当たりのアタッカーです。アタッカーに1玉入ると、14玉返しが来るっていうこと。この3と10っていうのは、3が、電柱ですね。電柱も3返し。で、10は、サイドにポケットって言われる、まあ、ほとんど入らないです。他、大体の店は、もう組で潰しちゃってるんで、サイドは入らないと思ってください。で、まあ、1玉入ると、まあ、これだけ、まあ、弾が返ってくるっていうことです。で、次、大当たり、出玉、約360から1350個。ほんとクソ大だよね。スペックがさ、385分の1に対して、出玉が360から1350だよ。よくこんな台あるよな。これだけ間があるわけじゃないですか。約1000ぐらいあるじゃないですか。これ何かと言いますと、ね、X ジャパンの台、やられたことある方いらっしゃると思います。大当たりラッシュみたいな、要は、くれないボーナスってあるんですよね。くれないだーって、なんかね、変な十字架みたいなさ、クソダセーね。そう、くれないボーナスってありますんで、それが、下です。このラウンド、実質4は8を15R、15ラウンドって言うんですけど、まあ、このどれかに、まあ、当選すると。まあ、4ラウンドの場合もあります。8ラウンドで終わる場合もあります。15ラウンドで、まで続く場合もあります。15ラウンドまで続くと、出玉は1350玉です。4ラウンドで終わると、一番低い360玉ですっていう。ね、どうこの、わかりやすい説明。まあわかんないですよね。ここにパチンコ台が ないと、打ったことない人は何を打ってるかわかんないと思います。で、一番下、カウント7。これ、わからない人多いかもしれないですけど、カウントっていうのは、大当たり当たるじゃないですか。何かね、1とか2とか7でもいいんですけど、揃いましたと。で、当たりましたと。で、出玉出てくるわけじゃないですか。出玉は出てくるんですけど、それなんでかと言いますと、大当たりの下にアタッカーってあるんですよ。で、ここに入ると、出玉が出てきます。11玉入ると、14玉出てくるんですけど、このパカパカするんで、この
この、これ、ここに入る、要は7玉入ると、必ずこのアタッカーは閉まります。そのことをカウントって言うんですよね。要は、カウントが8もあれば、まあ10ぐらいのもありますよ。10っていうのは、まあ10玉入ると、まあ閉まるっていう。まあカウント9だったら、9玉入ると、まあ1回は閉じますよっていう。まあそのことをカウントって言います。はい、ということで、まあ分かりやすい説明をしました。パチンコ店って何すかね？デメリット、メリットとデメリット？メリットは、まあ時給がいいっていうことですよね。あとなんかありますか？あ、空気きれいですよ。まあ僕が働いてた時も、もうタバコ吸えないんですよ。そう。あの、ホールでタバコ吸えないんで、空気はきれいですよ。まあ喫煙者の方多いと思うんですけど、体にいいんじゃないですか？で、あと何ですかね？デメリットですか？デメリットは、アルバイトで、学生さんなどが、ね、大学行ってる2年生、4年生ぐらいはいいんじゃないですか？短期。短期はわかんないですけど、時給はいいんで。社員で例えば、20歳から、もしくは30ぐらいでパチンコ屋さんで、俺はここで骨を埋めるつもりですという方は、やめた方がいいと思います。え、それなんでかって？20年後、30年後、パチンコ屋さんなんか多分ないですよ。ないと思いますよ。だからやめた方がいいと思います。あと、個人的なメリットとして、僕、毎月、5万はもらってましたからね。これね、本当はダメなんですよ。ダメっていうのは、要は、お客さんからお金もらってたんですよね。パチンコ店で働いたことある方なら、女性で多いと思うんですけど、客が買ってさ、なんか調子に乗って、なんかジュースあげるよとか、ね、お菓子あげるよってあると思うんですけど、まあ僕は現金くれる人がいたんですよね。いや、本当ですよ。言ってるじゃないですか。貧乏人から金持ちまでいたんで。で、僕は金持ちしか、愛想良くないんで。貧乏人に興味ないんで。それなんでかって？利益にならないんで。利益にならないやつは、どうでもいい。嫌だったら、うちに来るなっていう。それだけなんですよね。だってそうじゃないですか。客商売なんかそうですよ。買うか買わないかですよ。金落とすか金落とさないかですからね。パチンコ店で言いますと、4円パチンコ、スロット、20円スロット、お金かかります。ただ、低価値って言われる、まあ、1円パチンコ、5円スロット、お金かかりません。もう、小じきみたいなもんですよ。そんなやつにさ、ね、愛想振る舞って、笑顔で、接客する必要ないんですよ。金持ちしか興味ないんで。ねえ、そう、まあ、だから、いろいろありましたよ。なんか、ね、くれる、そう、数千円は、千円、二千円ぐらいは、くれるお客さんとかは、はい、普通にいましたわ。あ、お金持ってる人ですか？名前出さないんですけど、僕、政治家詳しくないんですよ。政治家詳しくないんですけど、国会議事堂で働いてた人いましたよ。女性の方で。女性の方でいましたよ。で、僕が働いてた時に、定年を迎えて、その人実家広島なんですよ。で、広島に帰ってったっていう人いましたよ。金も、なんで金持ちかって？マンション持ってたんですよ。僕が働いてた、そのパチンコ店の、もう数分行ったところにマンション持ってたんですけど、一人暮らしで4200とか4300万。まあそれ、ローンじゃなくて一括で払ってるんですよね。やばくないですか？そんな人いました。で、娘か息子いたんですけど、もうね、他で就職してみたいな。で、自分は一人暮らしで、みたいな。そんな方いましたよ。国会議事堂で働いてる。まあ名前は言わないですけど。僕が働いてたお店で、会員カードってあるんですよ。どのお店でもカードってあるんですけど、何するかって、例えば、今日1000発出ました。今日1000発出て、その玉をキャッシュカードと同じです。貯めておけるんですよ、カードに。その、会員カードって。まあ便利なカードもあるんですけど、7000何人いましたかね。8000はいなかったと思うんですけど、7000何人はいましたよ。もう来ないとか、もう死んでる、亡くなってる方も含めると、ですね、7000何人が多いかどうか少ないですけど、まあそこそこいたんじゃないですか。はい。そう。やたら金持ってる人って、パチンコ店に来るときに、ラフなんですよ。なんか普通の T シャツでさ、何こいつ金持ってんの？なんか得体の知れないやつ。だって、その人なんて、財布持ってこなかったからさね。現金をさ、現金をこんな感じ、こんな感じ、
そう、こんな感じでもうポケットにこのまま入れてましたからそう、逆にこちらをご覧くださいね、ディナーショーでさ、なんかこうやって着飾ってるやついるじゃん。ね、あの、老婆が。一生懸命私仕上げてきましたみたいな。完成品ですみたいな。だから僕、あの、人間観察じゃないですけど、外歩いても、なんかやたらとさ、こういう着飾ってるやつ。あの、SNS でもいるじゃないですか。なんかやたら決めて加工してるやつとか。見ても、いや別に金持ってねえだろうな、こいつって。僕そういう目で見ちゃうんですよね。はい、っていう感じになります。まあどんな職業でも、まあメリットデメリットってね、あると思いますよ。まあパチンコ店のメリットって、まあ時給いいぐらいしかないんじゃないですか。と思いますよ。だって、あるいは他のサービス業って、例えば飲食店でもね、カラオケでもゲームセンターはどうかわかんないんですけど、ありがとうございましたとか言って言われるわけじゃないですか。あの客から。客から言われません？あの、パチンコ店言われないですか？今日出たよとか、まあたまにはありますけど、今日も出してくれてありがとうございますよ。そんなことないから。だいたい愚痴だから。今日も出ねえよ、負けたよって。クソゴミ野郎がって。もうそんなんしかないですよ。もうクズと小じきしかいないですよ。パチンコ店に来るやつは。あの、9割方。はい、っていう感じです。これ前にも言ったんですけどね。まあ、迷惑な客じゃないんですけど、あの、レバー舐めてるやつはいましたけどね。見てはないです。スロットのレバーあるで、ボタンがあってレバーあるじゃないですか。レバーをなんか横でこうやって舐めてるやつはいたらしいですよ。実際見てないっていうのは、若いカップルに言われました。え、あのお客さん、レバー舐めてるんだけどって。ね、そんなに言われてもさ、注意できないじゃないですか。え、なんて言うんですか、それ。お客様、レバー舐めないでくださいって。無理じゃないですか。まあ、そこは、まあ、見て見ぬふりですよね。はい、っていう感じになります。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。